エルンハルト・フォン・ヒュルゼンが組織したヒュルゼン義勇軍の募集ポスター。同義勇軍はスパルタクス団法規の戦闘にも参加した。ドイツ義勇軍はドイツにおける志願兵部隊あるいは民兵組織の呼称もともとは志願兵部隊のみを指した。ドイツ語でフライコーという意味の言葉。フライコールとも表記される。 ドイツ義勇軍の短所は18世紀の7年戦争において、プロイセンをフリードリヒ2世が募集したものだった。他に知られる義勇軍には、ナポレオン戦争におけるフェルディナント・フォン・シル率いるル、シル両兵団や、ルートヴィヒアドルフ・フォン・リュッツオフヒいる黒の両兵などがある。正規軍にとって義勇軍は頼りにならないと考えられており、彼らは主に保償や、 あまり重要でない任務を行っていた。黒い国防軍も参照第一次世界大戦敗戦後の1918年以降、ドイツ周辺に出現した福音兵による民兵組織に対して使われるようになった。彼らは同時期に活動していた準軍事組織の中で重要な役割を果たしていた。多くのドイツ退役軍人は市民生活に馴染むことができず、 軍事組織の中に安定を求めて、義勇軍に入隊した。また、福音兵の多くは彼らの目から見て、突然起きた不可解な敗戦とその後の社会の混乱に憤取りを感じていた。彼らは、その不満を晴らすために入隊し、混乱の現況と思われた共産主義者を鎮圧した。彼らはドイツ社会民主党メンバーで、国防大臣グスタフの助から多大な支援を受け、 のスケは彼らをドイツ革命の鎮圧や1919 19年1月15日のカール・リープ・クネヒト及びローザ・ルクセンブルクの処刑を含むマルキスト・スパルタクス団の壊滅、1919年のバイエルン・レーテ共和国打倒などに利用した。共産主義者への憎悪は凄まじく、リープ・クネヒト、ローザ両人の遺体は確認が困難な状態になるほど痛めつけられていた。義勇軍はまた、 第一次世界大戦後、バルト三国、シレジア及びプロイセンで戦い、時に大きな成功を収めた。バルト諸国におけるボルシェビキら率いる赤軍との戦いの際、守革命的な一部の義勇軍らは彼らの不動な革命精神に影響を受け親近感を抱いたりし、後の守革命の運動家たちの思想に影響を与えた。義勇軍にはいくつかのセクトがあり、 兵士らは識別のためヘルメット等にセクトのシンボルを描いていた。1920年に公式に解散されるものの、多くの義勇軍は1920年3月のカップ一期で政府を倒そうとし、失敗した。1920年、アドルフ・ヒトラーは、当時まだ名の知られていない小さな政党だったドイツ労働者等に解消の指導者として政治家キャリアの第一歩を ミュンヘンで踏み出したところだった。ナチ党の未来の党員及び指導者たちの大多数は、義勇軍出身者だった。エアハルト海兵旅団の創設者であり指揮官でもある、ヘルマンエアハルト及び指揮官大ジェバーハルト・カウターは、ビーキング同盟を率い、ミュンヘン一気でヒトラー及びエイリヒルデンドルフに手を、貸すのを拒み、彼らに対して、陰謀を企てた。義勇軍の中で最も大規模だったものは、 鉄カブト団、前線兵士同盟で、最終的には、ナチ党と SA が共同したことにより解散した。後のナチス関係者、国防軍関係者その他、ありがとうございます。